はい、皆さんこんにちは。今日は発音便を分かりやすくということで、動詞の音便をつい最近出したと思います。今更第2項をちょっと作りましたが、この発音便に関しては、少しね例外含みあるの で、特に次に出すなりの識別という動画で発音便を知らないと困るんですよ。ものすごく使うんですね。なので今回ちょっと発音便を深掘りして理解をしっかりとしたものにしておきましょうと、そういう動画です。じゃあまずおさらいからいきますね。そもそも音便ってなんだっけっていうと、音便っていうのは言いにくいから言いやすくしようぜっていう発想でした。例えば書きて書きて書きて、言いにくいから書いて書いて書いて、言いやすいですよね。いの文字を使うからい音便というだけでした。で、音便には必ずルールがあって、基本的には余談、なへん、らへん同士の連用形に生じるんだよっていうルールでした。で、その時に読みて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 、ちょっと言いにくいから読んで読んで読んで、あ、言いやすくなったよね。その時にの文字を使っていると発音便というだけでしたね。で、その中で1点だけ例外を説明したと思うんですよ。どんな例外だったかというと、発音便が螺辺動詞に生じる場合は連体形になってしまう、これ大事だよっていう話をしたと思います。で、あの説明すっごいざっくりしていたんですが、今日はその説明にちょっと定義を加えましょうか。見てください。螺辺型の言葉にらしめりべしなりという終止形接続の助動詞がつくときに発音便があじゃこじゃあじゃこじゃしてくるんですよ。なのでちょっと見てみましょうか。あるなりの形やってみましょう。早口言葉であるなり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 、言いにくいですね。言いにくいからの文字を使ってまず発音便、あんなりあんなりあんなりで、この時に確かに音便が生じている螺辺同士は連体形になってます。で、これなぜ連体形になってるのか、あの時は話をしませんでしたが、一応ね第2項なのでまだ助動詞をやってない体で喋っていたので、あんな説明になってたんですよ。でも今ならわかるじゃないですか。らしめりべしなり、これ全部終止形接続の助動詞でしょ。ってことは螺辺型には連体形接続だよね。だから螺辺の時は連体形なんていうルールが起きていたんですよ。で、今はそれはいいです。それはいいとして、大事なのは後ろ行きますね。あんなりというこの発音便の形は、古文の文章ではしばしば発音便のんが消えてしまってあなりという形で出てくる場合が多いんですよ。これが入試によく出てくる。でね、よく省略されたんですかっていう、この省略という言葉を使ってしまいがちなんですが、これは嘘です。そうではなくて、あんなりも、そして左側に書いてあるあなりという形も、古文の時代の人に言わせればどちらもあんなりなんですよ。どういうことって、つまりね、省略されたんじゃなくて、消えてしまったわけじゃなくて、書いてないだけ、書いてないからこのことを無表記の形って言うんですよ。書けよって話なんだけどもね、あんなりもあなりもどちらもあんなりと読むんだよって、つまりね、この無表記っていう形があるから我々受験生がいろいろ惑わされてしまうんですね。ちょっともう一つ例見てみましょうか。ベカルなり見てください。ベカルなり、上にくっついてるのは助動詞のべしですね。助動詞のべしは形容詞と同じ活用の仕方でした。形容詞もまた螺辺型に分類されることはおさらいですよ。いいですね。じゃあその形容詞型の活用のべしにメリがくっついているこのベカルなり、もちろん言いにくいじゃないですか。ベカルなり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 、言いにくいから言いやすくしようぜの文字を使ってまず発音便化、ベカンなりベカンメリベカンメリベカンメリ、言いやすくなりましたよね。で、しかもその発音便って無表記の形にもできるから、ほら出来上がるとさ、ベカメリに見えるんだよね。ベカメリ、そうするともはやべしっぽくなくて、なんだこれはって思ってしまう受験生が多いんですよ。で、そこでね、何かこの2つに共通点はないか、一般化できないかっていうのを思った時に、見てください。この発音便化の形ってどちらも共通してあんなりとかあんめりっ
という形になってますよね。そして無表記になるとどちらもあなりとかあめりという形になってるじゃないですか。しかもこれって例外ゼロです、ないんですよ。ってことはこの式を一般化してしまって、はい、星印見てください、アムプラスラシメリベシナリの形で出てくれば発音便無表記のパターンだなって見抜けたら強くないですか。でやっぱり入試に一番出てくるのはこの星印のパターンなので、まずここかな、しっかりと頭の中に入れておいてほしい。でラシメリベシナリが終止形接続の助動詞で、残り2つあるんですよね、ラムとマジと。でこれマジはね、発音便は見たことないです。ラムに関してはアラムという形がアルラムに見えないことはないんですが、これ江戸時代ぐらいになるとちょっと誤用があったりしてね、あのラムを発音便の形で書いてある文章って見たことあるんですよ。ただ基本的にはここには入れたくないかな。厳密に言えばラシメリベシナリの4語として認識しておいてください。さあということで例文ちょっと見てみましょうか。あのこの中で音便が隠れてますと指摘して元の形にしてあげてくださいねなんて問題が出てきたらどうでしょうか。まあちょっと解きたいよっていう人は一旦ここで停止していただいて、さあではいいですか、やってみましょう。まず1番からです。ことに寒からしと、まあ最初はね、あの分かりやすい問題を出してみましたが、とにかく探したいのはこいつです。あん、らし、めり、べし、なりと、こういう形があったら一発でいけるんだよね。でもちろんの文字が書いてあったらそれ見つけやすいですが、書いてある入試問題なんてまず出ないですよって考えた時に、はい、あらし、あめり、あべし、あなり、これ探しましょうっていう風なスタンスに立つと早速見つけられそうですね。ここに、はい、あらしという形が出てきました。まあじゃあちょっと自信がないよっていううちはリバースしてってあげればいいですよね。まず寒からしの形を寒寒らしに戻してあげて、一番最後はほらここで役に立つ連体形に戻せばいいんだよっていうアイディアさえあればなんかスムーズに戻るんじゃないですか。だからやっぱり螺旋型の時は連体形に起こるっていうルールを覚えておくのはすごい有効なんですよ。まあよって答えは形容詞の連体形書いてあげて寒かららし、このくらいで正解が取れますね。でもちろん寒かららし寒かららし寒かららし言いにくいよね、いやだから言いやすくしましょうねっていうことでこういう音便が生まれましたよということです。さあ次いきましょう。2番、春の景色にこそ雨、もうこれも同じことやってください。アープラスラシメリベシナリを探していく、このスタンスに立てばこれも探しやすいですね。ここにアメリとこういう形でアメレメレに変化してますが、そんなに難しくはないでしょう。答えそのまま書いちゃいます。アルメレですね、アルメレ、これが正解だよとこういう感じです。さあ一番最後3番だけちょっと苦戦したっていう人いるんじゃないですかね。実はこれ2箇所に音便を使ってるんですね。でしかも探しづらい、いきましょうか。まずアラシメリベシナリを探したいんですが、パッと見ラシメリベシナリに見えるような言葉がないんですよね。でそこで気づいた人はいい感じですよね、語感が出来上がってると思います。これだよね、このベイという形、ベイのイ、イオンビンですよ、イオンビン。元に戻してあげるとこれは気になると、ここが見つけられたかどうかっていうところが、まあ一つ目の難問ですよね。あべきですよ、あべき。じゃあそうするとね、このあべいの形があべきだと分かってしまえば、もちろんべし、あべしが初めて見えてくるので、そこまでいくと楽かな。こんな感じだよね、あプラスべしの形だから、あああべし、あんべし、あるべしだとこういうふうに戻せるんじゃないでしょうか。まあよって答えがあるべき、こんな感じで求められるといいかなと思います。まあいずれにしてもね、この発音便に関しては慣れるまでちょっと時間がかかる人もいるかもしれません。
このテンプレートをしっかりと押さえて練習問題を何問か解いてみるといいんじゃないでしょうか。必ずそうだな、助動詞のなりとかメリとからしとか、このあたりのページを見ると問題が載っている、あのそういう、参考書問題集多いと思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。はい、ということで今日は音便でした。以上です。